はい、ということで最後、まあ、10割狙い満点狙いの壁に関してですが、はい、武田塾チャンネル、さっき話した8割の壁が本当にできてたら、はい、190ぐらいいったりすると思うんですよね、筆記。確かに。でもしワンミス、はい、1問ミスとかをやらかすとしたら、はい、大抵長文じゃないよね、もう。もう長文は満点です、うん、長文じゃないです。知識の方だよね。知識、第1問と第2問、ね、その中でも第1問だよね。第1問っすよ。発音アクセントはかなり後回しにしてる人やっぱ多いの、ね、はい、あの自習していいですか、うん、僕もね、第1問後回しにしちゃったんですよ、うん、あの本番センター173点で8割の壁は超えることできたんですけど、満点の壁は超えることできなくて、うん、第1問が14点中4点しか取れなくて、お、はい、そういう僕みたいな満点の壁超えられない受験生いると思うんで、うんうん、秘策を教えてください。まずね、発音アクセントを、はい、あの何もやってない人あるある、とりあえず自分で発音してみる、はいこれは絶対ダメだと思う、はい、あーやってたな僕ぽいなみたいなそうそう、だけど正解がわからないのに発音したって、はいはい、完全に自分の主観じゃんっていう話で、はい、まずこれはやっぱ発音記号とか、はい、そういう基本的なルールちゃんと覚えた方がいい、ね、あー覚えてなかったな、うん、はい、だから理想を言えば単語とかを暗記してる時点から発音記号を確認して正しく発音するとか、うん、CD 聞いて単語の発音を覚えながらやっていくみたいなことが、はい、やってると、はい、まずこれかなり楽だと思う。なるほど、うん、はい、だけどそういうことやってなくて、はい、発音アクセントの対策を、はい、例えばネクストステートアップグレードみたいなやつで、はい、その一番後ろにあるじゃん、あれ、はい、発音アクセント問題とか、ね、だけど、はい、結構あれもう知識の一覧表っていう側面が強くて、はいはい、やっぱ演習積むって感じではあんまないじゃんっていう話、はいはいはい、結構まあ問題ないとみんなやんなかったりするじゃん。なるほど、はい、設問ついてないとみたいな、はいはい、やっぱその問題集か過去問を挟みつつ、その文法の参考書の中にあるまとめページのものを覚えていくっていうのがいいのかな。もう問題なくてもちゃんと覚えるよとか、普段から真面目に発音やってるよって人だったらいきなりセンター過去問でもいいとは思うんだけど、なんでまずそのよく出る発音問題とかをネクステージとかのアップグレードとか文法の後半のところでしっかり覚えて、で覚えた上でセンターの過去問とかでアウトプットして、覚えていく、完成度を上げていくっていうイメージですかね。ただ気をつけなきゃいけないのは、センターの過去問しかやんなかったりすると、はい、よく出る問題はもちろん解けるんですよね、はい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 、これで多分10年分20年分ってやっていけば、はい、まあ、よく出る問題は網羅できると思うから、はい、大半解けると思うんですよ、はいはいはい、でも大体ワンミスはするんだよね。なので、まあ、本当に満点狙いに行きたいなら、はい、発音アクセントの問題集とかを一冊やるぐらいのつもりの方がいいんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、短期で攻める発音アクセントとかあったりするんで、まあ、ああいうやつをやったりとか、だってやったところで1週間2週間で終わるじゃんって話なんですよ、うんうん、やっぱ確実に取りたいなら、うんうん、やっぱやっておいた方がいいかなっていうふうには思いますね。極めればセンターの英語で200点満点も狙えちゃうという、うん、ね。あとは時間に余裕があることですね。あ、そうですね、200点満点取るような子っても80分くらいかかってないですから、うん、60分とかね、60分とかで読み終わってますから、うん、その次元まで行ってほしいですね、うん、はい、なので最後の最後までやっぱ読むスピードっていう部分とか、はい、解くスピードっていう部分が関わってくるので、はい、基本的にやっぱスピードを上げるっていうのが大きな鍵になってくるかなというふうに思いますね、はい、ということでいかがだったでしょうか、はい、まあ、それぞれね、壁とその対策方法について話していきました、はい、まあ、他の科目もね、まだ続々話していきたいと思いますので、よかったら見てみたいなと思います、はい、ということで、はい、今回は以上です。武田塾の公式 LINE アットが開設されました。概要欄のリンクから QR コードを読み込んで登録をぜひよろしくお願いします。受験のさまざまな情報や僕らからの一言メッセージもついてます。登録ぜひお願いします。